ミカサさんの日本ドッジボール協会公認級 JDBA。 JDBA、 はい、あるんですね、そういう協会が、ね、ジャパンドッジボールアソシエーションということで、多分ね、まあ後々オリンピックの競技になるとかならないとかって話もあるからね。本当？嘘。オリンピックの競技にしようと思って頑張ってるはずだよ。うん、いやそうですね。でもそれ、うん、何も知らずに適当に言いました。うん、これ謎いてもこのボールを使って、はい、スリーポイント対決。難しくない？いや難しいですよ。はい、軽すぎちゃうよね。そうですね。はい、でも程よい軽さなんですよ。また。うれそう。小さいしさ。うん、スリックスリーよりもちろんちっちゃい。もちろん。もちろん小さいか。バレーボールよりちっちゃいのかな。バレーボールと同じくらいぐらいな感じするね。うん、でもバレーボールよりは重いよね。どうぞ。じゃあこれで10本勝負、10本勝負、10本、はい、えい、えい、あールールは、あー、まあ連続じゃなくていいんじゃないですか、ね、連続じゃなくて10本、連続にするか、連続の10本で10本、うん、いつもの感じで打つと、うん、あの多分でかくなっちゃう、でかくなっちゃいます、ね、うん、だから本当フリースローぐらいの感覚で打ったら、フリースローぐらいの感覚、はい、うん、でいきます。はい、飛びません、僕飛ばないんだ。あ、まあでも分かった分かった分かった。おー、おー、惜しい。おお、すげえ。1、でもなんかちょっと飛んだ方がいいかな。飛んだ方がいい。いつもの感覚の方がいいの。うん。あ、右に釣れる。おー、よし。まだ1-0。1-0。おお。あ、いや、あ、惜しい、惜しい、あ、強いの、コント難しそうだもん。できた。43ダメ、43ダメです、すぐ変えます。シミどうした、全部押してる。4-4。
8号。お、86、87、決めたらいいですよ。ああまあね、うん、だってコールボールですもん。そうだね。え、どっちが先やったの？これです。ほら決めるんですよ。あ、危ねえ。なんで避けたん？怖い。一発やります。今のやめたら怖くなっちゃう。もう一発やります。いきますよ。怖いよ。一発やります。大丈夫。怖かった今。来るタイミング。飛べない。岡田さん。え？やんない。さすがにできない。ってことで。ってことでね。はい。17。18か。18。最後。おまけの1個。どうでしたか？難しかったけど、はい、でもこれでやることによって、なんかこの、ちゃんと体しないとさ、絶対まっすぐいかないからさ、うん、なんかいいです。研ぎ澄まされるな。研ぎ澄ま、集中力はこれでアップできると。うん、じゃあ必ず、あの、アップ前とかにこれでやってください。なんでですか？だって、今言いましたよね、今集中できる。集中力アップするけど、やっぱ感覚が。感覚が。そうね。そう、絶対無理。で今じゃあ逆にこれ普通のボールで打ったらどうなっちゃうんだ。確かに。あー、でもなんかちょっと。3x3 の時のさ、始まる前にアップする時にさ、あれ1個だけ混ぜとけばさ、あの相手もちょっと感覚するか。確かに、あれ何このボールってなるの。いやいや、絶対外せ外せってなるよ。絶対外せ外せって。すぐポーズ投げられちゃう。申し訳ない。いや、全然大丈夫。ということでじゃあ 3x3 も、はい、始まるということで頑張ってください。ありがとうございます。ライブ配信でお願いしてる。はい、ぜひ。